全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が3日、日本時間4日、ロッテの佐々木朗希投手、23、が、ロッテからの来期契約提示を拒否したと X にポストした。写真、佐々木朗希、美人アナと身長差すごい2ショット。情報源からの情報として、佐々木がロッテからのオファーを拒否した。23歳エースの状況は依然不透明だ。 ポスティングされるか、ロッテとの交渉を続けるかだ、と記した。佐々木に関しては元 GM で米メディア、ジアスレチックの J、ボーデ電氏が、佐々木朗希はロッテからポスティングされない。もう1年待つことになり、獲得希望球団は落胆している、と記事中で触れたことがあり、動向について大きな注目を集めている。